はじめまして、サナエです。地名丸でやんす。このコーナーではウプ主がたまたま見つけた歴史の面白小ネタなんかを紹介していきます。ウプ主のメインはあくまでも武術の解説なのですが、武術の歴史を調べたりする過程で歴史に関する面白い話を見つけたりもするので、そういったものを雑多に紹介していきたいと思います。よろしくお頼みするでです。まず最初にお話ししておかねばならないのですが、ウプ主は私たちゆっくりキャラの元ネタが何かとかさっぱりわかっていません。あいつ未だにちっとも調べていないみたいですね。ですから、私とキネイマルが一体どんな関係なのかもさっぱりわかっておりません。まあ、細かいことはいいんじゃないですか。で、何、キネイマル、あんたってキモいの。見ての通りなんじゃないですかね。あんた随分ブヨブヨしてるわね、もっと絞りなさいよ。人のことが言えるんですかね。それじゃあ今回は第1回目としてナチスダさんちの大発明について紹介するわね。ナチスダさんというのはあのしょっちゅうお父さんがお怒りになっているあそこですかね。その通り、あそこのことよ。ナチスダさんは現代の私たちがお世話になっているような画期的な発明をたくさんしているのよ。例えばどんなのがありますかね。ジェット機を飛ばしたり、テレビ放送を始めたり、聖火リレーをやったり、こういったことは実はナチスダさんが最初にやったことなのよ。ナチスダマジやべえですね。けれど知っての通り、ナチスダさんは戦後は悪の権化としてタブー視されてきたから、そういった発明などが真っ当に評価されるということがなかなかなかったわけよ。まあ認めたくないという人は多いでしょうね。今現在世間で猛威を振るっているのが新型コロナウイルスというものなんだけど、人類史上かつてない感染力ですね。あんたそもそもウイルスってどうやって調べるか知ってる？顕微鏡でも使ってみるんじゃないですかね。ただの顕微鏡じゃダメなのよ。電子顕微鏡じゃないと。どうしてなんですかね。ウイルスって細菌よりもうんと小さくて、だいたい細菌の1000分の1くらいなのよ。そんな大きさのものは通常の光学顕微鏡じゃ見れないわけ。そこで電子顕微鏡が必要になるということですかね。その通りよ。そして世界で最初に電子顕微鏡を開発したのがナチスダさんなのよ。それはまたすごいですね。野口英世は黄熱病の研究をしている時に黄熱病にかかって死んでしまったというのは有名な話なんだけど、野口英世がどんなに頑張っても黄熱病の原因を発見することは無理だったのよ。野口英世は黄熱病の原因を細菌だと思っていたんだけど、黄熱病の原因はウイルスだったわけだから、彼の持っていた光学顕微鏡ではウイルスを見ることはできなかったのよ。頑張ったのに空回りしてしまっていたわけなんですね。電子顕微鏡というのは、通常の光学顕微鏡が対象に光を当てて拡大させるのに対して、光の代わりに電子を当てて拡大させるのよ。世界で最初の電子顕微鏡はベルリン工科大学の、マックス、クノールとエルンスト、ルスカが開発したわ。彼らは1931年に電子レンズを2枚組み合わせた17倍の倍率を持つ電子顕微鏡を作ったのよ。戦闘力たったの17か、ゴミめ。ところが1933年には倍率1万2000倍の電子顕微鏡を開発し、光学顕微鏡の限界だった倍率1500倍をあっさりと抜かしてしまったのよ。早くも戦闘力がインフレしたんですね。この技術をもとに電機メーカーのシーメンスが1938年に電子顕微鏡を発売し、この電子顕微鏡を使って人類は初めてウイルスの撮影に成功したのよ。まさにナチスダさんの科学力は世界一ですね。当時すでにウイルスの存在は証明されていたのだけれど、誰も実物を見たことはなかったのよね。だからもう世界中が驚いたわけ。それをナチスダさんが最初にやっちまったんですね。そしてこの電子顕微鏡のおかげで石綿症の要因がアスベストにあることもわかり、アスベスト対策を講じるきっかけにもなったのよ。アスベストと肺がんとの関連性は1930年代にアメリカなどで指摘されるようになり、1938年にドイツの新聞オーストリアの医学専門誌が、アスベスト労働者が肺がんにかかる率が非常に高いことを公表したわ。1938年といえば第二次世界大戦の始まる前年になりますね。ナチスダさんはこの問題にすぐさま対応して、アスベスト対策の小委員会を発足し、アスベスト工場への換気装置の導入、労働者に対する保障の義務付けなどを行ったわ。ナチスダさんは労働者たちから熱狂的に支持されていたという話ですよね。ちなみに日本のアスベスト対策は1975年になってようやく始まったわ。ナチスダさんよりも30数年遅れたわけですね。日本だけでなくアスベストに対する対策は世界中で遅れていたわけだけど、それはアスベストと肺がんとの関連性を発見したのがナチスダさんだったために、戦後の医学界はその成果を黙殺してきたからだったのよ。
感情の方が先に立ってしまったんですね。エルンスト・ルスカは1986年にノーベル物理学賞を受賞したんだけど、これは彼が電子顕微鏡を発明してから実に半世紀以上も経ってのことよ。ナチスダさんのところだからなかなか評価されなかったのですね。せっかくの発明も感情が邪魔をしてなかなか活かされないというのは多いでしょうからね。そうよね。この人がやってた研究なんかも人類の役に立ちそうな気がするわね。それじゃあ今回はこれで終了。今後もこんな感じで小ネタを紹介していくわね。次回もよろしくでやんす。それじゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。